松本豪吉松本豪吉昭和4年3月5日は衆議院議員、貴族院議員。旧名は松本豪吉。松本豪吉政治日誌で知られる。丹波国表情軍柏原町に今井玄左衛門の4男として生まれ、松本十兵衛の養子となった。中村正直の同任者に学んだ。1884年に神奈川県警部に任命され、 埼玉県警部、帝新族を歴任し、1894年に、退官した。その後、第1次、大熊内閣で、林雄三帝新大臣の秘書官となり、第4次、伊藤内閣でも、林実商務大臣の秘書官を務めた。1904年、第9回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。以後、当選回数は4回を数えた。寺内内閣では、 田健次郎邸心大臣の秘書官に就任し、他が台湾総督に転ずると総督秘書官を務めた。1927年、貴族院議員に直選された。その他、徴兵保険株式会社取締役、東京鉄道株式会社取締役などを務めた。松本は、政界の表裏に詳しく、山形有友、西恩寺金持ち、 原高氏らと交友し彼らの情報係を務めた。1912年から1928年にわたる日誌全文は没後の1959年に大正デモクラシー期の政治、松本豪吉政治日誌が刊行され、原高氏日記、原田熊尾日記と並ぶ大正昭和戦前期の正解を知る基本資料となっている。他に松本豪吉時点、 夢の跡がある。また西と同時期の松本宛書館は国立国会図書館建成資料室に寄贈され、松本号基地関係資料としてマイクロフィルムの形で公開されている。ありがとうございます。